like the one in the long end. Oh, the sun is spawning. Maybe because of the sun, I think. どうでしょうか。ありがとう。Okay, the bridge has been repaired by the man very quickly. 成功だ。うん、どういたしまして。Okay, now we are have the access to Fion Plateus. どうした？大丈夫か？反逆者め！触るな！
私は早く助けを呼びに行かなくては。反逆者、あなたはもしや冒険者。そうだよ。されさもなければお前たちを倒す。完全に俺たちを敵だと認識しているみたいだ。メディナ殿の指令があった以上仕方ないのでしょう。助けを呼びに行くと言ったな。一体何があった？反逆者どもに言うわけがない。でもそんな体で助けを呼びに行くなんてできるはずありません。取引です。なんだ。あなたはおそらく魔獣の討伐を命じられている。そうですね。その任務を遂行する手助けを私たちがします。しかし魔獣のいる場所を教えれば怪我の治療をします。教える。だから仲間を助けてくれ。アスナ、この人の治療を頼めるか。うん、それじゃあ少し失礼しますね。それじゃあ俺が案内する。ああ、頼むよ。あれは、救世主様のために。救世主様のために。加勢するぜ。お前たちはメディナ様が言っておられた反逆者。今は同じ敵を倒す味方だ。あなたたちが命令を果たすべく手伝います。本当か。なぜ今喧嘩してるけど、メディナとは長い付き合いなんだ。ディスチャージ。話は後だ。こいつを倒すぞ。わかった。メディナ様のご命令を果たすためならば。
絶対に負けない。
よし、これでどうにか片付けられたか。キリト、カラントを。ああ、悪いけど通してほしい。我らはカラントを守る使命を受けているのだ。お前たちに救われたことは認めるが、花を切ることを許すわけにはいかん。またですか。なあ、仕方ない。この花を切らないことにはまた同じような魔獣が出る。帰りが遅いと思えば、一体なぜその者たちと共にいる。メディナさん。メディナ様、どうかお許しください。私たちが相手にした魔獣は想定外に強く。怪我をした者がいて、その者に一旦撤退し助けを呼びに行かせたのですが、代わりに反逆者たちが来て。助けてあげたのに随分な言い方ね。仕方ないよ。あのメディナさん、怪我をした人たちなら治療しましたから。早く身を集めなくてはならない。はあ、ちょっと無視はないんじゃないの。もうあなたたちとは関係がない。メディナ、このカラントを切らないと魔獣がまた発生する。もちろん分かっている。メディナはオルティナウス家当主として人々を導き民を救うんじゃなかったのか。今もそのつもりだ。魔獣は発生するたび冒険者たちに命令を下して倒させている。それを繰り返せば根源の花を切る必要などないだろう。その生命の実は最高司祭様の命の源、そしてカラントは再び復活させるための媒介。貴様たち滞在人により再び切られるようなことがあってはならないのだ。そのためにはどんな犠牲が出てもいいと思ってるのか。そこをどいてくれ。メディナ、どうして。人ではなく、最高司祭様を殺した滞在人の天命を減らすことは禁忌目録に違反しない。そうか、完全に認識を変えてしまったってわけか。キリト君、大丈夫？すぐに治癒するわ。メディナ殿、あなた一体どういうつもりですか。私の盾となれ。アリス様、あなたもどうか早く目を覚ましてください。一体何を。最高司祭様は氷教会の頂点です。そしてこの人界を救えるただ一人のお方。違います。最高司祭様はこの世界の人々を苦しめようとしている。一体それに何の証拠があるのです。私は確かに閉ざされた最上階に行き真実を目にした。整合騎士たるあなたまでもが騙されているなど信じられない。私は騙されてなどいません。あなたが何を見たにせよ、人界に魔獣が解き放たれることを野放しにするような行為は間違っています。人を犠牲にしてまで魔獣を倒すことが正しいと思うのですか。あなたはそれほどまでに武功を立てたいのですか。アリス様、あなたは今何を信じ何のために戦っているのですか。最高司祭様を信じていないのだとしたら、何を正義として戦っているのです。それはあなたに私の気持ちが分かるはずがない。完璧に美しく強いあなたに、血を這いつくばって生きてきた者の苦しみを理解できるはずがない。何より聖豪騎士は最高司祭様にいつでも愛されてきた。愛されなかった者の痛みなど分かるはずがありません。それは違います。最高司祭様は我ら聖豪騎士を利用していたのです。あなたが冒険者たちを利用しているように。私が冒険者を利用している。あなたは仲間の怪我すら気に留めず目的を果たそうとしている。彼らを盾として利用するのすら厭わない。最高司祭様も私たちを手駒として利用してきました。今のあなたはまるで最高司祭様のようです。あなたたちから見た私の行動が間違っていようと、
もはや構いはしない。あなたはあのハーシリアンというものに利用されています。私たち対策本部を信じてください。たとえ利用されたとしても構いません。私は再び最高司祭様に認められたいのです。私はただそれだけのために生きてきました。私の人生は一族の汚名を注ぐためだけにある。その目的が達成されなければ私がこれまで生きてきた意味は何もない。父上のためにも私は何を言われようと私は最高司祭様を復活させ、もう一度オルティナノスケの名誉を取り戻す。その邪魔だけはしないでください。ライトニング、皆の者、武器を捨て花を守れ。死んでも離れるな。メディナ、残念だがお前がどんな技を使って花を切ったかすでに聞いている。お前に人は切れないはずだ。そうだな、その通りだよ。私は何があっても目的を達成する。たとえかつての仲間が目の前に立ちふさがろうと、やることは変わらない。メディナ、君が何を見たかは知らない。でも俺たちは綺麗事は聞き飽きた。結局何もかも嘘だったのに。違う、頼むよ。俺が前に言えなかったことを話すから聞いてくれ。いつも結局同じなんだ。信じようとすれば必ず何か裏がある。何も信じることなどできない。お前のことは信じたかったのにな。信じてくれよ、俺はメディナのこと。どんどん落雷がひどくなってるわ。シータさんが。私も今はお前と戦いたくはない。見逃せって言ってるのか。それは逆だ。私が見逃す。もしお前たちがここを去らなければ私は冒険者に今から自分自身を傷つけるよう命令する。本心なんかじゃないだろ。何をもっても最高司祭様の復活が優先される。多少の犠牲は厭わないとハーシリアンが言っていた。メディナ、何言ってるんだよ。どうしてそんなに。私は本気だ。キリト、行きましょう。雷を放置しておくわけにはいかない。あなたの望み通りにしましょう。しかしメディナ殿、あなたに頼みがあります。何ですか。あなたと冒険者を信頼してこの地の魔獣討伐をお任せします。カラントを切らないがゆえに発生する魔獣を全てあなた方で殲滅してください。承知した。それじゃ行くか。メディナさん。何だ。無茶しないでね。余計な世話だ。話には聞いてたけど、メディナがまさかあんなことになっちゃうとはね。なんかすごくショックです。仲良くなれたって思ってたんですけど。いろいろと事情があるのは分かったけど、それでもね。お兄ちゃん、オルティナノスケの汚名ってそんなにも重いものなの？ああ、俺も学院にいた時メディナから少し聞いたぐらいだけど。アドミニストレータに大昔ある特別な任務を与えられていた。そうだったよね。ああ、そしてオルティナノスケは代々その任務に失敗してきたがゆえに欠陥品と呼ばれるようになった。でもあのハーシリアンという男はオルティナノスケこそが救世主だと言ったわ。それは
メディナ殿を操作するための虚言か、それとも。なんだ。あの者は本当にオルティナノスケについて知っている。故に何かを企んでいる。なあ、その可能性があるな。今は調べようもないけれど。そうだね。とりあえずは峡谷に向かって進むしかないか。Thank you.